お疲れ様です。黒柳です。本日はね、アニバーサリー、60連、やっていこうと思うんですけど、その前に、ちょっと YouTube の方で、報告してなかったんで、報告まずさせてもらいます。先週のね土曜日に開催されていた、広島代表決定戦本戦で見事、ギリギリね、3位になることができまして、一応、e スポーツのプロ選手になることが、できました。今回の大会っていうのが、いつもコナミさんが主催してるスピチャーみたいな1回負けたら終わりみたいな制度じゃなくて、こう1回負けても敗者復活戦みたいなのがあって、僕自身1回目、2回戦でねちょっと負けちゃって、でそこから敗者復活戦、勝ち上がって、結果3位という形でね、終わることができたわけですけども、で今回は、オフライン開催っていうこともあって、自らこう広島へ行ってね、本戦出場者の、8名と、顔を合わす機会っていうのがありまして、去年スピちゃんはオンラインで開催されて、で今回が久しぶりのオフラインっていうことで、やってみた感想なんですけど、やっぱりこうオフラインはいいですね。はい、こう2019のスピちゃんの時にね仲良くなったヤーマンさんとは、2年ぶりの、再会なんかもしましたし、その他の人たちともね、SNS を通じて、知ってた方たちと、実際こう顔を合わせて、話しなんかをさせていただく機会があり、そこに出れたっていうのは今回非常にいい経験になったんじゃないかなと、僕自身、思っております。これからね、広島代表として今後確かね12月8日から、そういうペナントレース的なものが開催されるんですけど、初っ端は確か中日戦だったかな、中日の本戦代表3名と初手試合、まだ中日とかはね、その本戦がまだ行われてないんで、その3名が誰か分かんないんですけど、最初中日と、土曜日がセリーグで、日曜日がパリーグみたいな感じかな、だと思うんで、よかったら、そこで各球団応援ねしてあげるとね非常に盛り上がりますし、ぜひこうカープ代表のね僕たちのことも、応援していただけると嬉しいです。はい。長々と話してもねあれなんで最後になるんですけど、本当にねこう予選から、頑張ってくださいと、僕に応援の言葉をかけてくれた人たちは本当にありがとうございました。ありがとうございましたというか、その人たちのね、応援を力に変えれて、よかったかなと思いますね。はい、これからも、頑張っていこうと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ということで今回なんですけど、冒頭にも言った通り2021アニバーサリー第1弾が登場したということで、第1弾のみかな、僕ちょっと個人的にのみになっちゃうんですけど、ちょっと引いていこうかなと思います。第2弾引かない理由っていうのは、やっぱり今後出てくる、ダルビッシュセレクションとか、球種が新しく変わって出てくると言われてる藤川球児さんをちょっと取りに行こうかなって考えてるんで、第2弾よりかはもう第1弾にちょっと全突破しようかなっていう感じですね。はい、じゃあとりあえず久しぶりの選手分析やっていこうと思います。はい、まずはソフトバンク、千賀さんですね。千賀さんは、タイピンチが消えちゃったんですけど、3800なんでね、言わずもがなね、はい、強いと思います。でそしてマーティンさんは第3特能のね、レーザービームが消えちゃって、ちょっと寂しいところではあるんですけど、パワー A 乗りますしね、はい、十分強いかなと思います。ちょっとプルヒッターね上げないっていう選択肢も全然ありかなと思いますね。そして西武森友哉さん、去年のアニバーと比べてパワー2ぐらい下がってるのかな、確か、ごめんちょっと曖昧やったらあれなんですけど、それでも十分強いと。でキャッチャー能力も下がってるとはいえ、もうこの特能っすね、なんといってもチャンス20のパワーヒッター回選抜最強っすねこれ。で則本さんはフォークがなくなっちゃって、チェーンペンもなくなっちゃったんですけど、リーグとしては十分強いですし、写真もかっこいいんでいいと思います。で上沢さんっすよ、この現環境ね、やっぱりランク戦では厳しいんですけど、高めからでも落ちてくるフォーク、実質スプリット回転とツーシームとカーブが追加されてますね。はい、もうや強い、めっちゃ欲しいです。はい、で吉田さん、やばなんだこれ、強すぎ、すごっ。で第3特能のアベレージヒッター消えたんですけど、選抜100% でプラス3の選抜を取るか、アベレージヒッター 50% かな、でプラスアベレージヒッタープラス6を取るか、安定を取るかどっちを取るかって感じなんですけど、アニバだとね結局プラス1されちゃってるんで、プラス1の能力プラス選抜 100% 発動で、プラス実質4、差的にはそこまでない、2ぐらいの差って考えると、俺は選抜の方が強いんじゃないかなと個人的に思います。でガースさんですね、82、84、83、強い。これリーグも強いし、意外と菅野さんって
まあ、タイピンチ持ってた頃より弱体化なんじゃないかって言われてるんですけど、むしろねこっちの方がね強いと思います。まあ、シュートが新しく追加されて、ナックルカーブも追加されてる。でフォーク、縦スラの変化量がでかいと。で特殊能力綺麗に収まる、コントロール回がね、いや本当に強いんで、むしろ俺こっちの方がね強いんじゃないかと思いますね。まあ、抑えはできないんですけど、十分リアタイ環境でも強いんじゃないかなと思います。でサトテルさんですね。うわ強い、かっこいい、てかかっこいい、かっこいい。でしかも、パワーヒッター、高角砲、選抜層、もうリアタイの強い特殊能力、まあ、リアタイのね強いダッシュと似たような、特殊能力になってるんで、まあ、非常に使いやすいと思いますね。これからの活躍が本当楽しみな選手の一人だと思います。で BC なんですけど、もうこれすごいな、めっちゃ強い。守備 B にミパ 80? で高弾道って書いてるけど、特殊能力のパワーヒッター上げると弾道がパワーヒッターに変わると、最強やなこれ。この特殊能力3つも最強だと思います。3200のねビッシー持ってるから、ちょっと当たったら継承したいっすね、久しぶりに。で外と、いやあのめっちゃ欲しいんすけど、まあちょっと後で話させてもらいます。はい、ちょっととりあえずめっちゃ欲しいですめっちゃ欲しいです。もうアーティスト効果動選抜やばい。てかもう写真ももうめちゃくちゃかっこいいと、たまらん。で栗林さん、何この写真、やべえかっこいい。9位84、請求な、ちょっと個人的にはもうちょっと上げてほしかったなと思うんですけど、まあまあまだ1年目なんでね、まあ、シリーズ1さらに能力アップ期待。リアタイではね、まあどうでしょう、組み合わせ的リアタイの球種の組み合わせ的にはちょっと難しいかなってところなんですけど、今後ねフォーク2種とかスプリット2種とか全然可能性ありますんで、まあ A ランクとか S ランクとか取っておいても損はないと思います。はい、で村上さん、アーチスターになった村上さんですよ。80、83でアーチスト、守備ファースト、サード、CC と。で、補給も C やってね。アーチスト、広角、選抜。いや、村上さんも強い。まあ、左信者の方だったらね、村上さん必須になるんじゃないですかね。はい、まあ、以上がちょっと選手分析になるんですけど、まあ、とりあえずね、ガチャを早速引いていこうかなと思います。いや、僕のガチャ動画、めちゃくちゃ久しぶりっすね。はい。いやー、とりあえず、セレクトミキサーできるところまでちょっとさすがにな難しいと思うから、ノーマルミキサーできるぐらいは S 出てほしいっていう気持ちはありますね。3枚でできるんで、まあ、60連自チーム取るとして、まあ、その他の50連で3枚出てくれたらいいかなっていう。ちょっと欲張りすぎか。おおまっちゃんいいね、まあ、ちょっと欲張りすぎかもしれんけど来い。まあまあアニバの A ランク来てくれるのありがたいですね。お願いします。でさっき、まあ、なんで外さんのところでちょっと悩んだかっていうと、まあ、ずっとね外さん欲しい欲しいって僕生放送とかも言ってたんですけど、まあ、ちょっと悩んでて、めっちゃ何がかっていうと、ここはやっぱり上沢さん取っておくべきなんじゃないかっていう、まあ、ちょっと悩みがめっちゃあって、まあ、外さんはもちろん強いんですけど、まあ、広角アーチだと今後 OB とかで登場してくる可能性があるんですよね。はい、で、まあ、そこはまあ OB とかで最悪、まあ、補って、まあ、この唯一無二のね、高めから落ちるフォークで通信を持ってる上沢さん先発できて、おお待って、これは自チーム確定なんじゃないか、まあ、っていうので、そうやっぱり上沢さん取ろうかなと思う60連はずっと外さん欲しい欲しいって言ったんやけどね。ちょ待って、今バチコーン来たな。うわしかも打った、これだって2枚抜きちゃん、うわあ、でもここあれか、栗林さんじゃない可能性もあるのか、これ通常で2枚抜きってことは。いやでもこれ栗林さん来てほしいところではある。うわ宮崎さんでも2枚は来るよな、 S ランク90か、来い。うおー森さん来ました。ってことは、ってことは栗林さんですよね次来い。いやですよね、ありがとうございます。いやーありがとうございます。うわ、ここで自チームいけたのでかすぎる、やば。はい、ってことで40連目ですね。まあ自チームもソフトバンクに、ちょっと、あーソフトバンクじゃない、日本ハムに、まあ、間違いなのに変えてきましたまあここでもしまあね60連目までに外さん、上沢さんが出てくれたら、まあ、どっちかをね、また60連自チーム確定取りに行けるんで、まあ、良きかなってところなんですが、まあ、そんなね、甘くはないんで、まあまあ、まったりと待ち構えましょう。森さんと栗林さん出てしまった、てか出てくれたけど、これあれや、
あれできんの、のまみきができないっすね。さすがにこの2人はちょっと回せないかな。だからちょっとのまみきの線は厳しくなったかもしらんけど、いやー、流れ星、流れ星いただきました。 S 確定、これって通常の可能性あったっけ。アニバって通常の選手の可能性も一応あるんすよね。だからアニバかどうかは分かんないけど、青い炎からの青い光をまとって飛んでいけ。でピカンと、よしよしよしいいぞいいぞ、ここで飛行アニバを。よー、菅野さんか、いいね。 A ランクいっぱい集まる、ありがとうございます。来い、マジで来い、マジで来い。うわー、ビッシー、アニバ出てくれたから OK よ、全然。うわ、マジか。うわ、連続で千賀さん、じゃ連続でアニバ、しかも千賀さん、ビッシー千賀さんはやばいやべえ。いやー、まあでもね、狙いのちょっと選手は出なかったとはいえ、まあ十分じゃないかな。うん、日ハムで間違いないよな。いやー、マジか。森さん、栗林さん、ビシエドさん、千賀さんで、この60連目で上沢さん。え、めちゃくちゃいいあれじゃない、めちゃくちゃいいアニバで終わるんじゃないですかこれ。はい、ちょっと演出はないですけど、いや、ここ2枚抜きしてくれてもいいけどな。あえての、あえての外噂はっていう、この2枚抜き来い。いやー、ラスト、あー、来なかったですね。まあ、ここでしっかりと噂さんをいただきました、あざっす。で、最後にあの S ラン契約書イベント累計、あの僕回収し終わったんで、それちょっと引いて終わろうかなと思います。で、ミスター普通60連前に、やるべきなんですけど、あのさっき60連目しちゃったわ。ここで被らんとって、被らんかったらもう何でもいい、お願いお願い。うお、えぐい